トカチメムロコーンチャーハントカチメムロコーンチャーハンは北海道メムロ町で食べられているご当地グルメでバター風味のスイートコーンを大量にトッピングしたチャーハンメムロ町がスイートコーン日本一を使用するスイートコーンはバター醤油で味付けをしすべて後乗せにする卵2個を必ず使用し出来上がりは黄色を意識するお米は北海道産 キララ397を使用する。スイートコーンを使ったスープをつける。新鮮な野菜サラダをつける。器は白の丸皿とする。価格は980円以下とする。特製コーンバターは北海道クノール食品が開発した商品。2011年現在、目室町内のトンカツ店、国民宿舎、焼肉店、洋食店などで供されているほか 町内の学校給食等のメニューにもなっている。トカチメムロコーンチャーハンとはトカチメムロコーンチャーハン推進協議会。2011年8月27日閲覧。トカチメムロコーンチャーハン誕生物語。トカチメムロコーンチャーハン推進協議会。2011年8月27日閲覧。ありがとうございます。